ホリプロコムのお笑いゲーム実況。どうもザ・タッチです。バベル拓也です。イザナギ和也です。トーヘルメットのイザナミ大島です。キツネ淡路重心流です。あ、重心流その1です。結構大変だよ。落とさなきゃ。ちなみに赤やったから。赤いや、わかんない。わかんない。ちなみに今回はですね、モンストシルエットクイズをやりたいと思います。また来ちゃった、これ。難しいな、結構。前回は降臨編だったけど、今回はガチャ編をやりたいと思います。ガチャ編のが、簡単なのか。あ、でも持ってないとかもあるのか。そうですね。氷はなんとなく見たことあっても、ガチャは見た、持ってなかったら見てないし。そうね。あと、カミカニしかしてないか、進化も。あ、そうそう、それあるよ。確かに確かに。これは、これはだから進化とかもちゃんと当てなきゃダメってことですね。なるほど。キャラだけ当てたら1ポイント。なるほど。進化とかカミカとか、そういうのも、そこまで当てたらもう1ポイント。で、合計2ポイント取れる。ということですね。そうですね。はい。で、はい、ビリだった方には罰ゲームをやってもらいます。はい。厳しいやつね。はい。飲む系じゃない。飲む系じゃないんだって。今回はぬる系。ぬる系も嫌っすね。なんだろう。か、耳から入れる系。いや、一番嫌や。一番嫌。まあ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 。怖いな。耳から入れるの怖いの。怖い。いやー、まあ、ビリになんなきゃいいことですから。そうですね。やってみましょうか。ちなみにこれ分かった人は早押しで。はい。確認してみます。一応、いいんじゃないですか。音なるか。音なるかだけ。あ、大丈夫。音低いな、一人で。なんで僕だけパチモンなんだよ。パチモンじゃない。パチモン。これのパチモンってなんだよ。パチモンじゃない。嫌なんですよ、これ。ワン、ワン、半音低い。恥ずかしいんです。半音低い。転校生かな。転校生。別の中学のね。一人だけ笛の色をしてる。チューニングしとけよ、お前。いや、できないでしょ、チューニング。やってみましょうか。お願いします。はい、ガチャ編、じゃあ行きましょうか。はい。それでは、第1問、お願いします。早押しですからね。はい。あ、これ、これ毎回説明した後なんですよ。前十問、はい。掛け声大事。神回そうね。で、最後の問題先輩ポイント。最後だけ当てりゃいいじゃないですか。なるほどね。大会には罰ゲームがある。はい。わかりました。で、掛け声もやりますか。あ、ストライク。ショット、ショット、ショット。第一問。ああ、俺でしょ。やった。ちょっと待って、ガブリエル神か。よっしゃー。まあ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 、よっしゃー。分かってなかったっすか、まさか。俺マジで神か一回もしてないから分かんなかった。あ、もう来るってこと。いや、これ正解が、正解が出るってことですね。そっか、こうひねってんのか、あれ。そう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 。はい、かっこいいな。かっこいいね、これ。僕は申し訳ないんですけど、ガブリエルなんと2体進化と神化にしてるのでよく見ます。なるほど。はい、そうなんです。かっこいいよね。かっこいいね。借りたことしかないですもんね。やっぱ神化にしてる人ってやっぱおしゃれっすよね。ちょっと余裕がある、余裕がある人なんですよ。そんなのあるの。心に余裕がある。あの、ガブリエルの神化とロビンフッドの神化、神化は余裕がある。俺引いた時からずっと進化だった。そう、余裕がない、必死な進化の人。必死な、うるせえな。さあ、悔しい。よし、2ポイントですね。拓哉2ポイント。俺は当てなかった。最速いいぞ。じゃあ、第2問いきますか。第2問、ストライク、ショット、ショット、ショット。いや、俺遅かったな。背の順とかでします。背の順、俺ら低いから。俺、いやいやいや、じゃんけん。誰と誰ですか。あ、これ、あ、タクヤ遅かったから。俺遅かった。あ、これマジで答えたい。この3人。え、3人。あ、うち真ん中2人。真ん中2人。あ、くそー。真ん中2人。最初はグー、じゃんけん、まい。あいこでしょ、あいこでしょ。あー、もうちょっと上でやってくんないかな。なんでここのところでやってるんですか。すいません。すいません。あ、これはテレビ慣れてなくて、すいません。はい、ルシファー神か。あー、これはわかるよね。これはもう、これはもうわかんなきゃダメだよ。
やっぱ持ってなくてもさ、借りて使う。俺シルエットが多いから虫かなんかかと思っちゃってる。ああ、やっぱ打点の王ですね。そうだね、打点の王かっこいいね、やっぱりね。よしよしよし、これはやっぱみんなわかるでしょ。やっぱガブルシはまあまあまあ、うん、そうっすね。1、2問目ですからね。はいはい、これからだんだん。まだ簡単だよ、いきましょう。はい、はい、いきましょう。3問目いきましょう。第3問目、ストライクショットショットショット。あ、頼む。見覚えはある。あれ、ちょっと待って、ちょっと待って、あれ、ちょっと待って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 、あ、わかった、やめて。半金、あ、半金じゃない、誰だ？ごめんなさい。四、三、半金、半金重心か、違うな。誰だっけ？ヘラクレス。違う。違うんだ。オセロ。弁慶。ちょっと待って。うわ。ちょっと待って。オセロ。これ誰だ？ちょっと待って、ゼウス。うわ、マジか、やばい。あと1秒しかないですよ。バルキリー。うわー、マジか。あれあれあれ、嘘だ。ちょっと待ってください、待ってくださいね。ちょっと待ってください、待ってください、待ってください、待ってくださいね。ペス。ペス、パス。なんだ。ヒントヒントください、ヒントください。一回一回閉じましょう。ヒントヒントもらいましょう。火属性。火属性。簡単ですか。火属性。今どっち。あ、俺違う、俺違う、わかんない。龍馬。違うよ、違うよ。龍馬かと思ったけど。ラストヒント、ラストヒント、ラストヒントください。こんなところで間違ってる。3問目でこれですか。恥ずかしい、恥ずかしい。にわかだなみたいな。やばいやばい、言われそう。いや、にわかですよ。なんだこれ、火属性。火属性。あ、ギルガメッシュ、神か。うわぁ。いや、最適性。いや、最適性だから進化でしょ。ああ、そうか。でも1ポイントもらいました。ありがとうございます。持ってない、持ってないし。あ、そっか。持ってないし、ほとんど見たことないです。いや、でもこれ難しいっすよ。いや、これはちょっとなんか最近ね。そうなんだ。ギルガメッシュ、アジンキラー M 出た頃はやっぱクシナでよく連れて行ってましたけどね。俺らちょっと若干遅いから始めたのかね。そうか、言い訳が。やめてくださいよ。いや、もうクシナダの適性はね、違う、イザナミとかさ、別のやつ持ってたから、アスカとかで行ってたから。あ、そうか、そうですね。なるほどなるほど。このラインか。そう、ヒミコとかで行ってた。いや、悔しい、悔しいけど。ってことは今ので淡路が1ポイント。はい、なるほど。大島まだ僕まだゼロっす。ゼロ、あ、大島頑張らないと。やばいやばい。じゃあ第4問ですね。第4問、ストライクショットショットショット。はい、ナポレオン。あ、そうだ。いや、どっち、進化。おいさま、みんな喜んで。うわ、もう悔しいわ。ナポレオンさ、あのね、ナポレオン持ってないけど、あのスタンダードのやつ。あの、そうっすね、ウサギで。あの足の感じの車輪の感じ、あの車輪の感じが可愛いな。あの髪の毛で分かりましたね。髪の毛で分かった。いや、マジで分かった。アマジが追い上げて今1位。やばいやばい、俺ゼロだ。3ポイント僕。3ポイント、3ポイント。タクヤとカズヤが2ポイント。僕ゼロ、僕ゼロ、0ポイント。持ってないと分かんないね。分かんないね。スカートの感じ可愛いね。可愛いね、アイドル、アイドルみたいな。じゃあ行きましょうか。はい、大島やばいですよ。やばいやばい。第5問、ストライクショットショットショット。はや、早っ早っ。ほんとかお前。玉ねぎ太郎。玉ねぎ太郎、何言ってんすか。そんなガチャゲいないでしょ。アグナムート、アグナムート、どっちだ。アグナムートの神か、足、アグナ。どっちでもないな。どっちでもないか。どっちでもない。アグナムートじゃないんかい。
ウォッカ神か。でもヒントヒントですよね。燃えてる感じする。難しい。ヒーっぽいけど光属性。光そこで双子力出すんじゃねえ。俺差し置いて。あ、やばい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 。あ、わかった。わかった。嘘。嘘か。やばい、淡路わかったから、もうみんなみんな淡路に回すな。いやいや、そんな、なんなんすか、そんな。光でしょ。わかった。え、やばい。でもあいつ闇か。光？ヘラ。ヘラの神か。腹立つな。思わせぶり。ヘラは合ってるみたいな。どっちですかみたいな。ヘラのどっちみたいな顔しやがって。あ、俺わかんないわ。じゃあ青字。はい、ジャンヌダルク。違うよ。じゃあそれ闇だ。闇だよ。え、進化。ちょっと待って、ちょっと待って。ジャンヌダルクの進化。闇だから。ガチャ。お、ほら。え、ほら。え、ジャンヌダルク闇っすよ。いや、そんなことない。今のなんですか。今のヒントが正解。ふざけんじゃねえよ。え、ってことは僕合ってるってことですか。1ポイントだ。1ポイント。ジャンヌダルクだね、確かに。ほら、やってみれば。ジャンヌダルク持ってないもん。はい、正解。ジャンヌ。よっしゃ。なるほど。いや、これはヒントに騙されずに答えたっていうことで。そうね。え、ヒントが間違ってる可能性もある。全然光じゃないじゃないですか。闇です。ヒントに惑わされず答えたから、うん、はい、1ポイント。え、変わんないじゃないですか。ありがとう。でもこれで4ポイント。やばい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 ぞ。え、やばいやばいやばい。これはもう寝てても勝てるな。5問目まで終わって、淡路が4ポイント、拓也和也が2ポイント、大島が0。マジでやばい、マジでやばい。さあ行きましょうか。じゃあ第6問。6問か。ストライク、ショット、ショット、ショット。うわ、ちょっと待って。あ、なんか草っぽいな。いや、答えてくださいよ。何の間なんすか。え、俺ですか。あ、どうぞ。俺です。あ、じゃあ、あ、違うか。ハンターキング、獣神化。あいいですか、僕ね。はい、マモン。マモン神化。いやなんでは、よくわかった。よくわかったな。ぐちゃぐちゃ感、周りの生い茂ってる。うわー、よくわかりましたね。よっしゃ、やばいやばいやばいぞ。これはわかったぞ。あの羽の感じも特徴的だよね。饒舌だな。よく喋るな。キザだな。これはやられた。カメラオンみたいにいいんだ。プラス2ポイント。プラス2ポイント。2ポイントということは、淡路と並んだと。あ、並んだ。よしよしよし。やばいやばいやばい。あと3問ですよ。78。あと3問しかないのか。あと4問。次第7問です。第7問いきましょう。ストライク、ショット、ショット、ショット。あっ、あっ、マーリン。マーリン進化。この手、マーリン神か。ああ待って、違うな。あ、でもまあもういいや。違う、なんだこれ。なんだ、口を閉じ。3、2、1。はい、ダンテ。違う、ダンテ。違うか。この手ね。ちょっと待って。やばいやばい。あれ、ベルスター、神か。ヒントを見ました。ヒント、光。光、これ本当か分かんないから。三蔵法師、神。早っ。頭の上の。あったドラクエに出てくる魔法使い。そう、魔法使いの神か。ちょっと待ってください。これ何、この手。もう分かんねえ、これ何。
ヒントをお願いします。もう一ヒント。あ、わかりました。ゲイモルク、進化。おー、やばいやばいやばい。あ、そっか、ゲイモルク男か。嬉しい。いやうわぁ、これはよくわかったね。いや、あ、そうっすね、ギリでしたね。かっこいいな。かっこいい、ね、ほんと難しくなってきた。難しくなってきた、うん、難しい。うわぁ、いや、このでも手が特徴的だからわかる人もそうね、確かに持ってる、使ってる人は進化使ってる人見たことないですけどね。神かよくないですね、はい、難しいなぁ。なるほどっていうことは僕が2になりましたよ。そうね、拓也と大島が並びました。はい、カズヤと淡路が4ポイント。うわー、よし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 わあ、ブラフマー、ブラフマーですよね。まあ、合ってる。神化が違う。進化か。ブラフマー進化か。そんなにないじゃない。あー、進化なんだ。オッケーオッケー。初めて見たわ、ブラフマー。オッケー、俺3になりました。ブラフマーやっちゃう。よし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 、追い上げた。やばい、俺ビリ、タクヤ2ポイント、大島3ポイント、カズヤ淡路が4ポイント。はい、じゃあ残り2問ですね。勝つぞ。ああ、負けられない。じゃあいきます。ここだ、ここだ。第9問目。はい、ストライク、ショート、ショットショット。うわーうわ、違う、ムームーの、進化。思わせる。何してんすか。何の時間なんすかそれ。じゃ最初のグーじゃん。下でやって、下でやって、下で横たくせん。あれ、アレス進化。アレス、アレス、アレス進化。進化。あれってことは、あ、神化だったか。アレス神化なんじゃない。アレスじゃ、やめてくださいよそれ。アレスじゃねえのか。プロレスラー、プロレスラーの誰か。あ、神化みたいな言い方するじゃねえ。プロレスラー誰か。はい、ウォッカ神化。草。ヒント、草。草。なんすか、正解なわけないじゃないですか。草の、草のじゃない。いや、草の、草じゃないですよ。神か。何してんすか。何してんすか。草のひとし。何してんすか。神か。神か。何してんすか。ずっと何してんすか。草。やばい、ここ当てたい。草。逃げ切りたいな。草。はい。草。草。草。なんか人じゃなさそう。人というか。人の感じじゃなさそうな。氷っぽいんですよ。大きいんですか。氷だったら何になる。え、氷っぽいって何。頭文字ち。ち、え、ちょっと待ってください。ちょっと待って、ち、ち、千代大海。千代大海。ち、ち、なんだろう。チグナムート、なんだろう。チグナムート。もしかして、あれ来た、あいつしかいないでしょ、チって。来たか、チンギスハン。あ、進化。チンギスカン、神か。チンギスカン。あー、難かー。これは難しい。これは難しい。これは難しい。これ難しい。こんなの見たことないですよ。俺あるよ。見たことないって何なんですか。見たことない。こんなの見たことない。それを訴えたところで、こんなのいない。こんなのいない。いやー、これはもう知で分かっただけですわ。難しくない。難しいな。これは難しい問題。かっこいいな、チンギスさん。かっこいいね。かっこいいっすね。これ
だ何の適性？確かに。チンギスさん。ちょっと見たいですね。あんまり使ったことはない。さあ、来ました。タクヤ2ポイント、大島3ポイント、カズヤ4ポイント、淡路5ポイント。よし、さあ、お願いしますよ。ただ、そうか、最終問題。はい。第10問目は正解したら、はい1000ポイント！かけんなよ。だからやばいな。誰も納得してないですねこれ。ってことは淡路と俺上2人は、はい、抜けたね。もう抜けましたね。上2人は確かに。もうあそういうことか。でも頑張って答え、いやもう頑張って答えてくださいよでもちゃんと。そうね。これはちゃんと、はい、ちゃんと本気でやりましょう。はい、うん。よし。それでは第10問。はい。ストライクショットショットショット。行かない。とりあえず行こう。ってことは、うわ、500ポイントか。違う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 、1ポイントでしょ。1ポイントだ。これ、あぶねえ。進化前、神化か。進化前の可能性あるじゃん。進化前だよ。あ、そういうことか。ずりあ、これそうか、ってことは500ポイント。いや、違いますよ違いますよ。タクヤ、大島が並んで3ポイント、カズヤ4ポイント、淡路5ポイント、優勝淡路。いや、だぜそっか、進化前とか急に出すのずるいなそして罰ゲームはえ、ちょっと待って、サドンデスとかないですか。あこれは2人とも受けるってことですか。どういう風にします。2人とも受けます。2人とも、罰ゲームはタクヤと大島。なんだそれ、いや、まあまあ、2人できんすか。さあ、なんでしょう、罰ゲーム。いや、これ見たことありますよ。これ見たことあるやつ。違うじゃないですか。いや、これやりたくなかった。あ、これよく出てきますけど、これは、二人で一個ずつ握って、はい、で、この真ん中が、うん、緑から赤になるんです。赤から緑か。音楽が止まってね。で、はい、音楽が止まって赤から緑になった瞬間、この上のボタンを押す。早かった人は助かる。助かる。いや、これでも遅いとビリビリが来る。ビリビリが来る。はい。どっちかは助かると。今日威力マックス。待ってくださいよ。なんで？ちょっと待ってくださいよ。いやー、その必要ないですよ。リアクション取りますよ。多少弱くても。威力マックスだから最悪離れなくなる可能性あるから。ちょっと待って、ちょっと待って。溶けるね。怖い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 。生の骸骨見れますね。いやそんな。アニメじゃねえんだ。ビリビリビリってやつ。え、これだ、じゃあ押してください誰か。四つあるからみんなで。いや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 。本当にいや、これ本当嫌なんですよ。いいですか。本当に嫌だ。はい。じゃあ行きますよ。はい。それではスタート。マジで、マジでやめて、マジでやめて。怖い。ああ、もうそういうのやめて。怖い。ちょっと。あいつだ。あいつだ。やめて。離せない。離せない。いってー。やった。いってやった。やった。髪が。いってー。やばい、これは、これはバカですよ。これはダメ。そんな。あ。やった。やった。やった。助かった。痛い。マジで話せなかったっす。痛すぎて。怖い。画面から一回消えたもんね。ねえ。ええ。もうモンストできない。というわけで、ね、今回も面白かったですね。面白かったですね。前回の罰ゲームも大島、ね、いや、そう、あの SS ボイス、あ、 SS ボイスか、それは、はいはい、ちょっと最近多いですよ。そうだね、ちょっとたるんでるね。モンスト力がちょっと下がってきて、低下してますね。たまにボックス見ないとやっぱり、はい、そうしっかり勉強しないとダメだよ。てめえもだろ。同率ビリなんだよ。確認しよう。というわけで、以上モンストシルエットクイズでした。はい、またやりましょう。はい、さよなら。GM コインから嬉しいお知らせ。新機能実装。 iPhone での課金が実質 6% オフになる方法が登場。
ゲームの課金は GM コインで。 GM コインチャンネル登録してね。いいねボタンも押してね。風邪ひくなよ。ツイッターもフォローしてね。バイバイ。